吉田さん、確かに私は10年前ね、単なる麻雀屋の親父でした。ね、この動画を見てらっしゃる方、麻雀店に勤めてる人がどんな人間かちょっと想像してみてください。で、想像が難しいんだったらぜひね、お近くにある麻雀店行ってみてください。まあちょっとね、きついなっていう暮らしですよ。給料が高いわけでもなく、違法性の高い仕事をしていて、お客様のトラブルは毎日。それでいて環境もタバコ蔓延していて、健康に悪くて、勤務時間は長くて、まあ面白くないですよ。何にもいいことはないですね。ただ麻雀が好きな人は自分の過ぎゆき現実を、まあ、忘れられることができるというのはありますね。まあけどね、麻雀屋の親父が、まあ、億万長者になることはないでしょうね。多分私がね、唯一そうなった人間じゃないですか。まあそもそも麻雀屋の親父ってのは、たまたまその時にそれをまあ職にしていただけで、収入源にはなってなかったですよ。麻雀屋をやればやるほど、まあ、お金は出ていくばっかりで、借金まみれになりましたからね。だからその時点での私を見れば、こいつは絶対成功しないと思ったらしいと思います、誰でも。でも今の姿を見ると、もともとそうだったんでしょうとか、久保さんだからできたんでしょうっていうふうになると思うんですよ。まあ久保さんだからできたんでしょう、だからそれはやったからできただけですからね。やらなければ私でもできないですよ、ね、最初にセルフバックを麻雀店をね切り盛りしながらコツコツやって、ライブ放送が20時間ライブとかあればね、20時間ライブを営業中に見て、もうお客さんに嫌われようが、他の社員に離れられようが、もういいわと。これ以上状態は悪くなんねえよと。そもそもこんな麻雀って別にね、好きで続けたくないと。これが3年後も5年後も10年後もこの生活かと思ったらうんざりしますからね。まあそういうこといろいろ思って、まあ麻雀店は続かないなと思いましたね。だから私もともと麻雀屋の親父ですからね。本当にね。ちょっとまたバッテリー切れそうですね。